山の下神楽舞を、はい、伝えているですね、神楽塾の青山と言います。私たちの、神楽舞はですね、江戸時代の半ばぐらいにお伊勢参りにですね、行った田辺今蔵さんというですね、人たちの一行がですね、伊勢の里神楽を、習い覚えて、それで、この地にですね持ち帰って、伝えたというふうに言われていますんで、それからずっとですね、今日まで、私たちが伝え続けております。ですから舞う前のですね、工場にですね、お伊勢神楽が舞いまする天の岩と押し開くというですね、非常に、はい、神話の世界をですね、彷彿とさせるようなスケールの大きいですね、形の、お伊勢の里神楽という形で、五穀豊穣家内安全をですね、毎年、願いつつ、はい、みんなで、この舞をしております。夜宮の日の踊りと、祭りの日の踊りがそれぞれ違うんですけども、分けてですね、子どもたちも今一緒にやってますから、子どもたち、あと大人若い衆のですね、まず宮登りから、始まりまして、神社にご挨拶をして、それからですね、いろいろの、6つ7つの奉納舞があるんですけども、それを2日間に、分けてですね、やっています。はい、you
行きました。
ハハハハ。